画像じゃないです、動画です。静止画じゃないです。パントマイマーなんですよ僕実は。うん、静止画と思ったでしょ、俺パントマイマーだから、うん、普通に動きを止めれるからね。動くから。腕上げたでしょ、びっくりした。よいしょ、ついに、ですね、10月末ですか、僕が借りてたアパート、あそこを退去してから今まで散々もういろんなことがありました。当時付き合ってた彼女の家に転がり込むも追い出され、また付き合うも、ドアのチェーンをかけられて、まあホームレスになりました。まあいろんなことがありました。しかし4月25日、本日付ですね、僕名義のですね、まあお家を契約することに成功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。長かったです、マジで。ほんまにあのね、今までいろいろお世話になった女性リスナーさんで、あるいはまあ、アイテムとかで支援してくれた社長リスナー、本当にもう頭が上がらないです。もうここまで来ると思ってなかったです。ありがとうございます、ほんまに。あ、ナイスお願いしますね、皆さん、ナイスね。いや、ほんまにね、いろんな人の助けがなかったらここまで来なかったです。ちょっと待って、なんでペットかなのこれ、ちょっとやめてよ、もうペットかとか、なんでわかるのこれ。もうどんどん特定されていくじゃんこれ、もうやめてよもう。どんどん特定してくれやん、もう。コンセント上だから、もうやめてよ。家賃とか言うわけないでしょ、これ絶対。これ時間の問題じゃないっすこれ。これやなんだけど、マジで。そういう見方しかできないの？どこに住んでんだろうとか。まず住所が知りたいわけ？キッチンなんか見せるわけないだろう、絶対バレるだろ、これ。バレるんでしょ？間取りが見せないだって、これ。これ時間の問題じゃん、これ。これ最悪なんだけど。特定やばいんだけど。後ろの線分かりやすい。これ？お、マジかよ。どこ映ってばいいんだよ、じゃあこれ。ちょっと、もうやめてよ。せっかく借りたのに。借りられるんですよ。ほら、言ってる人いるじゃん、なんか、なんだっけ、バタガシとかさ。これ、ちゃんと僕名義で借りてるんですよ。バタガシでも何でもなく、ね、リスナーさんの協力がなくても借りれたんですよ。だって迷惑かけちゃうじゃん、リスナーさん名義とか綿菓子とか絶対やりたくないわと思ったから。うん、クロスわかる？いや遊び、いやちょっとお父さんいらっしゃい。
パーテーション買ったら、もうトイレで配信する。いや、あのね、まだ全然片付いてないんですよ。ちょっとこれだけ見せれるかな。すごいでしょ。まだ全然片付いてないですよ、もう。なんか来てくんねえかな、これ、マジで。これ大変なんだ、これ。うん、あと、このライトもつけてないんですよ、この。天井の電気も。うん。ライトもさ。すごいでしょ、これ。家借りましたね。まだ引っ越し終わってないですけど、完全に何もあの家具が何もないんでね。うん。だから洗濯機もないです、まだ。布団もないですね。うん。あ、ワンケース、ワンケース。うん。一応で、あのカーテンだけ買ったっすね。一応特定されちゃうんで、カーテンだけ。カーテンも買ったっす。これだけ買ったっす、うん、家賃なんか言うわけないでしょって、うん、荷物がこんな感じです。あの絶対特定しないでね、マジで、うん、何にもないですよ、うん、駅なんか言うわけないでしょ、うん、絶対やめてよ。そんなことされたら気持ち悪いよ、怖くて住めないよ。やることめちゃくちゃあるんだけど、でもほんまに家電はね買ったんですけど、全然届かないですよ、これ、あれ、ほら遅れちゃってるから、運送関係が。ペット入る家ができましたね、ほんまに、うん、あー、ファンタスティカル聖司君、おめでとう。これから家走ってきて、ドンチキ特別されます。あー、ありがとうございます。よいしょ。来た、これ、ありがとうファンタスティック。よいしょ。イエス。ファンタ10です。ありがとうございます。特定絶対やめてください。ほんまに。ほんまにやめてほしい。いや、マンスリーの方がいいんだけど、結局、まあ、家賃、何、いくらだっけ？ 10 万ぐらいで 1K でしょ、うん、だったら普通に借りてさ、ねえ、綺麗な方から、マンスリーって結構ボロいんだよね。うん。だから、綺麗な物件の方が良くない？うん。あ、じゃあ今の時点で、分かったよっていう人いる？あの、出さなくていいから、名前とかね。なんとなくここら辺かなっての分かってるよっていうのはいる？1階じゃない？なんで？なんで分かんの？特定やめてね。家賃教えないよ。うん。場所大体分かったよってしてる？今の時点で。うん。事故物件じゃないです。なんとなく分かる。で、大阪は大阪ですよ。うん、大阪市だと思う？木下君は。家賃教えないです。家賃でね、特定材料になるからね、マジで。
言っていいよ。あのでも俺会っててもあの言わないからね。間違ってたら言うかな。あまあ会ってても違うねって言うけどね、うん、黒門町違うね、浪速区違うね、堺違うね、高槻違うね。あ、大阪府民になりました。よろしくお願いします。大阪リスナーさん。よろしくお願いします。たこ焼きみたいな頭してますけど。よろしくお願いします。天ヶ崎違うね。うん。大阪府民です。吹田違うね。塚本知らないね。車ナンバーね。転入届出しましたよ。森口違うね。東大阪市違うね。だ堺違うっすでしょ。美濃違う。みんな違うよ。淀川区違う。東淀川区違う。弁天町違う。やっぱり高槻？なぜ高槻なんだい？平野区？八尾？うん。あ、了解ですね、じいさんね。羽曳の違うね。重曹違う。わからない。わからないが正解なんですよ、これ。おかしいです、今の時点で分かった人はね。探偵かなんかやってんの？分かった人は。うん。ここ大阪です。アビコ、違うね。パピアニューギニアもう日本じゃないね、それ。富田林、違うね。うん、でも、あの地名は聞いたことあるよ。富田林でしょ、これ。長い、違うね。美濃違う、うん、大阪しかは言ってないよまだ。絶対に特定やめてよ。絶対にだよ、うん、あとあの約束してほしい。今配信者の人見てる人いる？配信者の人さ、まあ遊びに来てもいいんだけど絶対に言わないでね。あのどこに住んでる。マジこれ冗談じゃないから。フリでもなんでもないからね。冗談でも何でも振りでも何でもないからね。あの絶対に言わないで俺の住所。遊びに来てもいいけど、あの口の固い人しか入れたくないんだから。うん、振りじゃないよ、うん、これから片付け。全然片付けない。もうやる気なんないのよ、やること多すぎて。うん、配信できてなかったからとりあえず配信しようと思って、つけないとと思って。今ガス屋さんが来てさ、今ガス開けてもらったんだけど、うん、千日前確定。なんで寝屋川違います。住之江違います。枚方じゃないですね。あ、ワンケースね。一応ワンケースしか借りられないでしょ。無理でしょ。あー、花火ドンチキナイス。ヒロさんです。こんにちは。政治を見て配信するようになった おさんです。引っ越しは。ありがとうございます、ヒロさん。頑張ってくださいね。大変ですよ、結構。配信って。うん。いろんなものがね、失うからね。うん、家族も仕事も全部失うよ。その代わり。その覚悟はあるかい？うん。ベランダ見たら分かる。対象区違う。いい部屋でしょ。柏原防音なんじゃないですか多分。窓開けてください。特命さん、トンチキ、ありがとうございます。窓開けてください。窓は開けてどうするの。窓開けることはできるけど。あ、窓開けたらあかんやろ、これ絶対。映るやん。隣の建物映るやん。ここカーテン買わなあかんな、マジで。これあかんわ、これ。そう。うん、あかんわ。危ない。換気やん。あ、コロナだから？